どうも、エルザレットと申します。今回はメインだけで見る塗り拭きランキングということで早速やっていきたいと思います。前回の着る塗り拭きを分けるために調べたデータをもとに塗りの数値順にランキングを作りました。前回同様スペシャルとサバは考慮しないので純粋なメインの塗り性能のみで見ていきたいと思います。もちろんインクをきれいに塗れた前提なので必ずしも同じポイントに塗れると思わないようにお気をつけください。計算方法は単発塗りポイント×相談数1インクタンクイコール塗りポイント、そして塗りポイント順に並べたいと思います。それでは早速いきましょう。5位は515ポイントでパブロ。単発の塗りポイントは 10.3 と高めになっており、50回触れることから高めの数値が出ました。いつぞやの甲子園で活躍はしていましたが、この塗りポイントを見ると活躍したのもうなずけますね。ただ武器として難易度も高いので効率よく塗るのは慣れるのに時間がかかりそうです。4位は604ポイントでスパッタリ。単発塗りのポイントは4と寿司と同じなんですが、151発という相談数の多さで塗りポイントを伸ばしました。スパッタリー自体はキルタイムも優秀ですが、射程が短いため塗ってもインク同士が被りやすく、ポイントは稼ぎにくい一面があります。稼ぎやすい塗り方を見出すと大きく化けるかもしれないですね。3位は 712.5 ポイントでボールドマーカーです。単発塗りのポイントは 5.7 とシューターの中でも高く、125発という相談数の多さで塗りポイントを伸ばしました。単射程ではあるが飛沫が大きいため足場をくまなく塗りやすい武器です。ただし射程が短いので効率よく塗るにもインク同士が重なりやすく、ポイントを稼ぐ塗りの練習は必須かと思います。2位は720ポイントでプロモデラ。単発塗りのポイントは4とボールドよりも少ないが、180発というシュータートップクラスの相談数の多さで塗りポイントを伸ばしました。初めて使った時塗りが気持ちよくなるくらいの連射音と塗り返しの速さはやはりという塗り性能ですね。塗りの高さからスペシャルの回転率もいいので、メインもスペも優秀な塗り拭きかと思います。1位は 1147.5 ポイントで若葉シューター。やっぱりというところですね。単発塗りポイントは 4.5 と寿司よりも高めですが、255という相談数が一番高いため堂々の1位となりました。そもそも若葉シューターはインクタンクが特殊なため、基本の性能と相まって塗りがさらに強化された結果ですね。初心者からでも使える武器ですが、ここまで性能が高いと他の武器になかなか変えづらいのも納得の塗り性能です。1位から5位まで順位が分かりましたので、それを省いての各種武器別の1位を見てみましょう。シューターは 509.2 ポイントでゴツガロンです。単発塗りは 6.7 で総点数は76となります。マニューバーは414ポイントでスプラマニューバーです。単発塗りは3と小さいが、総段数は138と段数でカバーです。スピナーは 312.5 ポイントでクーゲルシュライバー。単発塗りは 1.8 と少ないが、総段数45発とチャージ4回という手数でスピナーの中でも塗りが得意な武器となりました。シェルターは 312.5 ポイントでスパイガジェット。単発塗りは 12.5 と一発で広く塗れる分、相談数は25と少ないです。シェルターの中でも連射が一番高い武器なので、その点も相まって1位となりました。ローラーは300ポイントでカーボンローラー。単発塗りは一度に12ポイント塗ることができ、相談数は25とローラーの中でも一番の相談数を誇ります。軽量級な分手数で塗りをすることも可能なので、ローラーの中では1位となりました。ブラスターは 202.5 ポイントでクラッシュブラスター。単発塗りは 8.1 とブラスターの中でも中間くらいですが、相談数は25と手数で他を圧倒した形となりました。スロッシャーは 190.4 ポイントでバケットスロッシャーです。単発塗りは 13.6 で相談数は14となります。総ポイントが少なめとなっているので他の武器の中では1位ですが、全体で見ると下位になります。チャージャーは470ポイントでソイチューバー。単発塗りは 9.6 で相談数は49となります。攻撃に関してはチャージャーの中でも中途半端ですが、塗りの精度に関しては1位となりました。改めて武器ごとで見てみると面白いですね。ただスペシャルを貯めるための平均ポイントが185と考えると、この2倍くらい塗れる性能がないと厳しいように感じます。スピナー、シェルター、ブラスター、ローラー、スロッシャーなどは
生存しつつ、かつ塗り効率を上げていく必要があります。また塗り以外のサポートやキルに特化するのがいいのかもしれないですね。ということで、メインだけで見る塗り拭きランキングでした。塗りの数値を出しましたが、インクの飛沫をいかに被らせずに塗るのかが重要なので、塗り方の影響も受けそうです。ただ効率よく塗ることができればインクの無駄遣いにはなりませんし、スペシャルの回転率も上げることができるので、ぜひ覚えてて損はないと思います。今後もためになる動画を作成する予定ですので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。